ビクトリアアルバート博物館に展示されているダビデ像の複製の正規を隠すためのイチジクの葉の石膏型。ビクトリア女王の時代には男性の裸体の展示は論争の的となり女王自身もショックを受けたと言われている。このイチジクの葉は女王をはじめとする女性の要人が来館した際に服を使って像に吊り下げられるように博物館が制作したものである。現在 この一軸の葉は使われていないが、像の台座の後に展示されている。バチカン四国のケイ,ルケイオンを持つメルクリウス像。外星紀が一軸の葉で隠されている。この一軸の葉はより定説なローマ教皇の下で置かれていたが、後にほとんどの場合に外されるようになった。英語等で一軸の葉という表現は、 恥ずかしいことや嫌なことを無害なもので隠すという意味で広く使われている。また、絵画や彫像で外世器の部分を後から覆い隠すために、一軸の葉が使われることがある。これらは、聖書の創世記において、アダムとイブが、血の木から禁断の果実を食べた後に、一軸の葉を使って、裸体を隠したという記述への比喩的参照である。古代ギリシャ美術では、 公開用の美術品では女性については外陰部を隠していたものの男性については性器を露出した全裸で描かれるのが一般的だった。この伝統は古代ローマ美術にも受け継がれた。その後、ローマ帝国がキリスト教に改修すると裸体の英雄の像は作られなくなった。中世になると悲運の人だけが裸で描かれるようになるが、その描写はかなり露骨なものになった。 アダムとイブは聖書の記述に従って一軸などの葉を身につけて描かれることが多い。これは特に北方ルネサンス美術の特徴である。1530年頃からはルネサンス期の自由と行き過ぎに対する反発からトリエント公会議が開かれ、特に教会や公共の場にある多くの美術品が裸体を減らすために改変されるようになった。有名なミケランジェロの 最後の審判のように、ドレープや近くの茂みの枝が利用されることもよくあった。これは、一軸の葉運動と呼ばれている。自立した彫像の場合は、この方法ではうまくいかず、ビクトリア時代のロンドンに展示されていた、ミケランジェロのダビデ像の複製のように、彫刻や鋳像で作った一軸の葉で世紀を隠す、こともあった。ヘントの祭壇画のアダムとイブのパネルは、 すでに作者のヤンファンエイク自身によって、一軸の歯で正規を隠した状態で描かれていたが、19世紀に衣服を着せられた状態のパネルに置き換えられた。これらの改変の多くは、その後元に戻されたが、いくつかの彫像に改変による損傷が残っている。古代ローマの彫刻からヒントを得た、品種のガラティア人のポーズを取る賛同、近代ボディビルディングの父と呼ばれる、友人賛同は、 古代ローマの彫像を真似て、一軸の葉を身につけただけの裸体で、マッスルディスプレイを行った。英語で、フィグリーフという表現は、恥ずかしいと思われるものや行動を、最小限のカバーで覆い隠すという比喩として、用いられる。これは、そのカバーが、形だけのジェスチャーに過ぎず、それを見るすべての人に、真実は明らかであるという部別的な意味を含んでいる。交渉において、 ある申し出が実際には裏にある計画を隠すための策略である場合、その申し出が一軸の刃と呼ばれる。マサッチオの楽園追放の修復前と修復後。1425年に描かれたもので、1680年に正規を一軸の刃で覆い隠すように描き加えられ、1980年に修復された。ありがとうございます。